いやー疲れちゃって疲れちゃってもうほんと声だけからでんから元気、もう今日までね4日間新宿のシアタープルでブルタチア高校で僕の歌って踊って喋るってライブやってましたんでね、6回公演でしょ、もう声は出ないわ、疲れまくっちゃってね、このスタジオに入ってきた時にねほっと一息、なんかねあの兵士が復員してきて自分のふるさとに帰ったような気分になりましてね、もうボロボロになってここたどり着いたということでですね、もうこのスタジオは電波界の象の墓場と私が考えていいですね。ところで話は変わりますけど、今日のこの番組はすごいですよ、速報です。あの F3000 の速報と、それから鈴鹿8体がですね終わったばっかということで、特にバイクファンは見逃せません。いつもこの番組は僕が嘘ばっか言っておりますけども、今日は本当に速報でタイムリーなやつが続々と入ってくるということで、これはもうバイクファン必見でありますね。で実際に現地で取材までしてきて、さっきヘイコラヘイコラしてやっと息絶え絶えで帰ってきたというこの人を紹介してみたいと思います。こっちです。こんばんは、日刊スポーツ新聞社の後藤慎也です。こんばんは、どうぞよろしくお願いします。はい、まあ、僕はあの新宿の小屋の中にずっといましたが、あ、青白いですけど、後藤さんはこのずっと鈴鹿に詰めてたということで、同じ疲れしてもちょっと日焼けしてますね。いやそうなんですよね、すごく暑かったです ね今日は、はい、そうでしょう。スタート後2時間ぐらいまでいましてですね、あとはあの日刊スポーツの増田記者に取材を任せてですね帰ってきたんです。なるほど、はい、まあ、普段この番組はですね、さっきも言ったようにですね、結構我々がですねでっち上げたことなんか言ったりなんかしてるから、はい、あのジャックと豆の木のパターンであんまり信用されないんですけど、はい、今日は本当にですねマジな速報をドドッとお届けしようと思ってますので、ぜひ期待していただきたいと思いますが、まあ、後藤さんも実際にですね、はい、鈴鹿の方で目撃したように、なんかとてつもない出来事が8体の中で予期せぬことも起こってますね。本当ですね、ハプニングというか ねドラマというか、すごいことがありました。本当にそうですね、今日はスタジオにもですね予期せぬ人も来てますし、予期せぬパターンの30分の放送でございます、ね、お見逃しの内容にしていただきたいと思います。とりあえずコマーシャルです。というわけでですね、コマーシャルに見せかけた後藤慎也のスポーツオンステージということなんですけども、はい、仙台近郊のスポーツランドオスゴで行われたインターナショナル F3000 シリーズでありました第6戦、予選のトップはジェフリーズ1分13秒90、それから予選の2位はですね、あの星野一義1分14秒44、予選の3位は鈴木敏夫1分14秒64というわけだったんですけどもね、またですね、ヤマハのコツワースエンジンを得て予選2位のタイムを出しながら、音量規制違反のために1秒のペナルティを受けた鈴木アグリはですね5位ということになってますけども、さて決勝の模様であります。出足よく飛び出したのは星野、それから続いて予選4位からジャンプアップしたロスチーバーが2位、3位がリースの順でコーナーを通過しております。そして、ゼッケン1番が星野、11番チーバー、9番リース、16の関谷、それから55番の鈴木アグリの順でラップを重ねていくわけであります。しかし後藤さん、9周目ですか、はい、ね、あの4位の関谷と5位の鈴木アグリがですね接触してしまいましたね。そうなんですよね、はい、これもハプニングでしたね、2台がリタイア、さらに12周目なんですけども、今度は2位のチーバーが第1コーナーでリタイア、まあ、そんな混乱をよそにですね、トップの星野和義は1周ごとにペースを上げまして、リース松本ら2位以下を大きく引き離していくわけであります。まあ、星野とリースはですねホンダのニューエンジンですけれども、まあ、リースに電気トラブが出て、追いつきません。その後も星野は1分15秒台のハイペースでリースとの差を30秒以上つけまして独走、また独走、41周を走り切って今季4勝目を挙げたわけであります。2位はジェフリーズ、3位は松本ケイジだったわけでありますけどね、年間ポイントでは星野96ポイント、ジェフリーズ71ポイント、鈴木アグリ67ポイントと続いているわけでありますね。まあ星野強いですね、原稿丸読みバレてしまいましたね。はい、後藤さん、はい、まあ、そういう結果だったんですけど、星野強いですね。もう本当に何ていうかですね、8体も今日ありましたしね、モータースポーツウィークだなって感じがありました。すごいですね。でもその他いろいろニュースがありましたね、はい、ちょっと見てみます。まず、はい、前衛のゴルフですけど、これはニック・ファルドが勝ちました、はい、それから浜田が残念ですけど負けましたね、ボクシング。あ、負けちゃいましたね、はい、それから間もなく高校のインターハイ始まりますけどね、はい、高校スポーツというのは野球だけじゃないですからね、陸上競技もあります、埼玉のですね大沢君というのが松山高校に、この人も速いんです、 100m ですね、彼のチームが 400m リレーで高校の日本新を出しました、はい、同じ埼玉であの名倉君というのがいますけど、あのインターハイ楽しみですよね。なるほど、はい、さて後藤さん、はい、この例の鈴鹿8体の予選、まあ、これはとてつもないことが起きたと言いましたけども、はい、ここで県名の車炎上と書いちゃってありますね書いちゃってバレてしまいましたけど、はい、この辺の模様もですね今日はじっくりお伝えしようと思っておりますけども、ちょっとその前に、はい、スタジオにですね見学者がいっぱい来てますんでご紹介したいと思います。この人たちです。イエイまずはですね、早稲田大学のスポーツサークル、オズの人たちと、それから社会調査研究所の人たちと、作家の高平さんが呼んだですね、知り合いのラーメン屋さんと、玉川学園の細川智代ちゃんとかですね、もういろんな人たちがですね、いっぱい来ておりますんでですね、こういうわけのわからない軍団とともにですね、夜の夜中にお届けしようという、とにかく8体に関するニュース満載であります。ご期待いただきましょう。今度は本当のコマーシャルですよ。この番組は、松田と、
ご覧のスポンサーがお送りします。そんな中で速やかに入りましたけども、まあ、本当に灼熱のサーキットをですね、8時間後のゴール目指して突き進む、まさに一つの戦いのロマンじゃないかと思うよ。このですね、鈴鹿の8体なんですけれども、まずはですね、決勝の前に予選の模様の絵も入ってきておりますので、それを振り返ってみたいと思います。どうぞ。バイクは走る座禅じゃ。座禅がまず座らなければわからないように、バイクも乗らなければ絶対に悟れない。風となりきり、バイクと一体になりきった時こそ座禅の心そのものである。わしの名は御用鋼鉄、別名坊主相続と人は呼ぶ。この度わしは鈴鹿耐久レースに出場するライダーに気合を入れるため、お寺がお盆で忙しいのにもかかわらず、はるばる四国からやってきたのである。カーツ、なんだこの生臭坊主は。本当に忙しいならこっちの仕事やればいいんですよ。本当になんかバイク界で有名なやつらしいですけどね、はいはい、さあまずはですね、藤原紀彦が出てまいりましたけども、スポーツ USA が育った人気レーサーと言っても過言じゃありません。パドックの様子を見てみると、ちょっと調整がうまくいってない感じですね。そうですね、はい。あ、今度はお父さん、ケニー・ロバーツも出てきましたよ。こっちはリラックスしてます。リラックスしてますね。ファインファインって言ってますね。あれが車両のつもりなんでしょうね。なるほど。弟子たちがいますね。こちらも有望でしょう。お父さん若いけど有望なんです。John, how are you doing today? It's a little hot, but I'm fine. 3人座ってるとなんかブラザースコアみたいなもんでですね、ライダーには見えませんね。はい。Who do you think is going to be your most competition in this race?I think Kinmei and Fujiwara will be our toughest competition. I agree. What will be your preparation to beat this team? I eat sushi. 出た。ついに出ました。出るんじゃないかと思ったけど。Show me your sushi power. 寿司パワー。寿司パワー。本当に意味わかってるんでしょうか。さてお父さん、はい、見てみましょうか。早速ね、これがコシンスキーレイボン組ですね。初出場ですけれど、注目株ですね。女子パワーですからね、はい、さあいよいよ鈴鹿8体予選が始まらんとしております。照りつける太陽のもと、ライダーたちがスタートを切っていきますね。始まりました。さあここで各チームの様子とですね、予選の結果をですね、後藤さん教えてください。はい、まずシュワンツ大島組ですけれどね、彼らは吉村チームのエース格ですからね、まあ、この辺、予選3位で通過しております。なるほど、はい、これはまあ渋い黒手受けするチームだと思いますね。そしてシャープレスと5番組ではですね、はい、これは史上2組目 の、 あの女性コンビなんですね。カナダから参戦したとか、ちょっとタイムが足らなかった。なるほど、猫に5番なんてチームがいて面白いですね。ですね、はい、あんま面白くなかったですか。今度出てきたのは誰だったですか今、はい、あ、薬治郎木下組でありますね。そうですね、これはワールドグランプリを戦っておりますからね。予選5位でした。それからマッケンジー、キャンベル組でありますが、マッケンジーはここのコースレコードを持っておりますからね、予選2位です、はい、さあ次なるチームを見てみましょう。今度は、バリントンとフィリス組でありますね、はい、久々に本格参戦の川崎です。これもファンが多いですね。予選は6位で通過しました。今度はですね、モアノーとルビアン組でありますが、はい、彼らは耐久レースだけのスペシャリストなんですね。なるほど、まあ、荒れたら彼らのものと見られておりますけど、はい、予選は14位でした。こうやって見てると乗ってる人たちみんなバイク乗ってるわけですね。これだけでもすごいと思います、はい、で徳の三浦組ときて、今度は平塚町井組ですね、はい、徳野組が7位、平塚組は11位で予選通過ですね。なるほど。そしてこのコシンスキーは8位と、それからガードナー、これが本命なんですね、堂々と予選1位で通過しました。なるほど、はい、さあそしてですね、藤原松本組はどうなんでしょうか。これがですね、予選は結局25位で通過したんですけど、ただ25位で通過したんじゃないんです、もうドラマがあっての25位だったんですよね。これをまた後ほどじっくりお伝えしたいと思いますが、はい、その前にですね、後藤さん、はい、まあ、今出てきた人以外でもいろんなことありましたね今回ね。そうです、まずみんなこう期待してたと思うんですけど、平選手というのがいまして、これテック2-1というチームで出るはずだったんですけど、これフランスグランプリでですね、左の手首怪我しておりまして結局出なかったんです。その代わりにですね、マーチン・ウィマーと、それからマギーですか、ケビン・マギーケビン・マギーの2人が、俺ら両方とも疲れてますね今日ね。そうですね、2人ともとちりまくったりなんかしてます。失礼しました。マギー組、はい、これがテック2-1を乗ったわけですね。なるほど、これがどうなるか、まあ
この辺がね、大変興味のあるところなんですけどね、うん、まあ、とにかく後藤さん、はい、それからさっきから再三言ってるようにですね、藤原憲明組のですね、転倒から炎上という壮絶な状況からですね、どうなったか、はい、まあ、人間万事塞翁が馬ということでですね、この2人頑張っております。その辺の状況も取り混ぜながら本格的に後ほどお伝えしたいと思います。コマーシャルです。